はい、ということでこちら5階のエレベーターホールでございます。エレベーター1機ですね。はい、ちょっとまだ清掃が終わってない感じですが、まあでも割と思ったよりも廊下広いですね。結構間口の狭い建物かと思いましたが、で509なんでこっちの方ですね。はい、今日のお部屋509号室、ですね、鍵は緑です。まあ、緑でございます。はい。開けてみたいと思います。じゃん。お邪魔いたしまーす。真っ暗で、真っ暗だな、これ。はい。ちょっと待ってくださいね。カードを入れまーす。はい。ということで、オーンでございます。入ってきた廊下とお部屋、こんな感じですね。中廊下になっております。入ってすぐ右側にはこういった形でですね、一番上にスプレー、そして2段目のところにハンガー、そして3段目のところに金庫という感じですね。あとはこういったね、シューブラシ、それから靴べらなんかも置かれております。一番下にはですね、室内用の使い捨てのスリッパもあります。あとすごいですね、これね、頑丈な椅子ですかね。これはね、バッケージスタンドではないと思います。はい。あとね、今ね、フロントからですね、アメニティは全部持ってくるということで持ってきました。じゃん、ここに置かせてもらいます。はい。ということでですね、下にあったものから、まあ、ちょっとユキ、今回ヒゲ剃りいらなかったんで、歯ブラシとボディタオルとお茶とこういったルームウェア持ってきました。はい。それでは、今日の特殊なお部屋、こんな感じでございます。じゃじゃーん。どうでしょうか。なんとミュージックも小鳥のさえずりでございます。ということで今日はキャンプルームになっております。はい、グランピングルームと言っていいんでしょうか。室内グランピングでございますね。ここ床もここまではですね、カーペットなんですけど、ここからなんと人工芝になります。ちょっと上がってみたいと思います。でもね、ここにね、ルーム、あの、普通に、姿見があるというね、感じでございますが。で、入ると、まず左側にこういった形でですね、折りたたみ式のまずテーブルあります。これでご飯とか食べれるんでしょうね。そして、キャンピングチェア。なんかすごいですよ、これ。ね。あるという感じになってます。ただですね、この、右側の方には、普通のですね、こういった、なんていうかな、収納ケースとか、あとね、こういったね、象印の電子ケトルとか電話とか、この辺は普通にありますね。はい。ここに、あとあれですね。このプラネタリウムがあるんですよね。はい。室内用プラネタリウム、いい感じでございます。そしてここには、お、キャンプ用のコップとか、わ、いいな、コップもキャンプっぽいな。で、ティッシュと、それからパナソニックの、こういったですね、ドライヤーという感じになってます。これは何でございましょうかね。これ気になるな。ちょっと後で見てみたいと思いますが、後で見てみたいというか、今見るしかないか。ちょっと待ってくださいね。マスクを置かせていただいて、これ何すかね、ズボンプレッサーですか。え、届いた冷蔵庫、電源、あ、これ冷蔵庫なの。うん、もしかしてキャンプ用の冷蔵庫ですかね。おー、なんという感じでございまして、ちょっと僕よくわかんないけど、イーノライフっていうんですかね、の冷蔵庫、クーラーボックスみたいになっております。はい。そして、こちらの方行きますとですね、はい。このね、室内用プラネタリウム機、それからランタンもありますね。あとは、これは何でしょうかね。あ、これはあれか。今のここの、あれが鳴ってるんですよ。ほら。もうちょっと、BGM、こっちに切り替えます。おー、いいね。これもね、なんかこういうね、
焚き火もどきのストーブみたいな感じになってますね。おお、面白いね。で、ここもなんか一応スクリーンがあって、こういった形で、グリーンになってますね。もしかしてこれなんか映写できるのかな？ああ、VOD が見れるんですかね。ちょっと、すいません。予備知識不足でございまして、これちょっと開けてみたいと思いますね。これは、そのスクリーンになってんだろうな。きっと DVD がこれ、あら、下げてしまった。ああ、なるほど。これで現実に帰るみたいな感じですかね。三菱のテレビになってます。はい。これを隠してるだけなのかな、これ。ね、ちょっと緑になって、ね、ちょっと、野原に来た感じ。おー、でもね、いいのは見てください。ハンモックですよ、ハンモック。でもね、快適なのはここにエアコンもついてるし。で、こういったね、人工の緑もあります。そして、じゃじゃん、今日のベッド、なんとも言えないですね。もう、こういう感じでベッドがなってて、ここで今日は寝る感じですよ。なんかすごいね。ちょっとワクワクしますね。おー、なんだこの非常って書いてあるのは。よくわからないけど、これも。で、奥の方も一応スペースはありましてですね。まあ、ここはもともと、なんだったんでしょうね。今は何にも使われてないですね。空気清浄機がでもあります。すごいな。モダンだな。空気清浄機はあるのか。はい、という感じになっております。ここに窓があります。ちょっと開けてみたいと思います。あ、窓って言ってもうほぼほぼ、非常侵入口でした。ごめんなさい。こっちは窓ないと一緒ですね。で、こっちからですね、エントランスの見るとこんな感じなんで、おそらくここにほら、ベッドのヘッドボードっぽいから、ここにベッドがあったんでしょうね。それを強制的に閉じ外してる感じですよね。はい。で、もこっちには一応窓があります。ちょっと開けてみます。じゃーん。はい。ということで、半透明かつ、針金が入っちゃってるから、中見えない。外見えないんですけど、ここ開くかもしれない。ちょっと開けてみますね。おー。あ、でもここもあんま行かないのかな。降る。一応降る。行けるかもしれないけど、こんな感じでですね、ちょっともう、テラスとして使うには微妙。もう空気の入れ替えですね、これはね。はい、いう感じの窓になっております。あれ、元に戻らなくて、ちょっと後でやってみたいと思います。はい、という感じで、以上っていうか、以上の前に、なんか勝手に異常にしちゃったらいけないね。ここにユニットバスあります。ダンスありますが、はい、ここ開けてみたいと思います。ちょっと待ってくださいね。エアコンちょっと23度下げます。じゃーん。はい、ということで、おー、意外に綺麗ですね、これもね。ユニットバス。まあ、ちっちゃいけど、十分じゃないでしょうか。トート車製のウォシュレット。それから、こういったね、洗面台。ハンドソープは、ポーラーになってます。で、こちら開けると、ちょっと小さめですが、バスタブがあって、ここにですね、同じように、これはトート車なんでしょうね。シャワーがあるという感じです。トート車製ですね。で、こういったですね、トイレタリーは、個性のトイレタリーになっております。なんと、タオルは全部オリジナルですよ。ナゴミはビジネスイン。ナゴミ。はい。ということで、バスは普通でございました。でもね、便利ですよね。という感じです。以上になりまーす。こちらですね。まずこれでこう、ボリュームで音量になるんですけど、なんかこう、これでこう、例えば今、鳥じゃないですか。これ鳥だけにしたりとか、あとこのカエルにしたりとかですね。なんかこういろいろこう、音がね、ナチュラルな音が変えれるんですよ。これすごくないですか？すごいですよね、これ焚き火の音。こんな感じでですね、いろいろこう、雨とかね、すごい面白いですよね。これでこう好きな、あれにしてですね、自然を感じるという感じになってます。はい、そしてですね、こちら、ちょっと真っ暗になっちゃったか。これランタン。こんな感じでですね、まずランタンをつくことができます。はい、これがね、ランタンですね。それから、下の方に、あれがあるんですよね。暖炉、人工暖炉。見てください。こんな感じでですね、火がこうなって、これもね、火量と、火の、なんていうの、こう、量とか調節できるんですよ。なんか雰囲気ないですか？こうやってね、なんか自然の中で。
今回泊まらせていただいたお部屋ですね、特設のキャンプ部屋でございました。ベッドタイプがですね、まあちょっとベッドじゃないんであれですけども、テントで、だいたい160センチメートル×180センチメートルぐらいの広さでございました。食事なし泊まりで広さが23平方メートルとちょっと広めです。料金が税込み1名で3700円でございました。選んだポイントはですね、独立系のホテルであるということと、今回キャンプルームという形があったというところでございまして、予約サイトはですね、じゃらん経由で予約をさせていただいております。ユキのここだけお得情報になります。まあ、今回ね、宿泊したキャンプルームは、まあ、ユキはね、ちょっと OTA 経由で予約をさせていただいたんですけども、直接ホテルにですね、平日の宿泊で、予約をするとですね、姉妹店のスパ&ホテル、なごみのスパの入館券が無料でついてくるというか、無料で入れるというサービスがあります。これね、蒲田駅の西口側にあるんですけども、このホテルからも3、4分で、黒湯の温泉になってます。はい。通常ならね、この入館だけで2500円取られるものでございますので、まあ宿泊料金含めてね、1名2000、5000円というのはね、かなりお得じゃないかなと思います。ちなみにユッキー電話で聞いてみたらですね、2名だったらなんと6000円だそうなんで、1000円足すだけで2名が、泊まれて、こちらのスパには入れるという感じでございます。ぜひ、興味のある方、ホテルに連絡、電話してみていただけたらというふうに思います。特徴的な設備。まあ、今回ね、ユッキーあまりキャンプって詳しくないんで知らなかったんですけども、この、イーノライフっていうんですかね。すいません。中国深圳にあるポータブル冷蔵庫のメーカーみたいでございまして。はい。まあ、クーラーボックスっていうふうにもね、言ったりしてるみたいですけども、高品質で、低価格なら特徴で、20リットルのものがだいたい4万円前後という形でございます。はい。非常にですね、使ってみたら、なんと、マイナスとかにするとかなり冷えますし、なんと水入れといたら浴槽凍ってました。なんでね、普通のホテルの冷蔵庫って、ほとんど冷えないんですよね。ユッキーも経験者なんでわかるんですけど、それに比べると全然こっちの方がいいし、アイスも保存できると思いました。はい、今回の部屋のイメージ、こんな感じでございます。ちょっとね、斜めってるんで、うまく表現できてない部分もあるんですけども、入ってですね、こういった空間が広がってますが、その中にテントとか、あと、ハンモックとか、置かれてます。で、水回りの横にですね、棚にいろんなものがまとめておいてあるという感じでございます。これだとね、テラスがあるように見えますけども、実際には出れない感じですし、光もほぼ入ってこないという感じでございます。面積23平方メートル、天井高が240センチメートル、ちょっと低めでございます。数字で見れば部屋データ、まあ、ここに書かせていただいてますが、まあ、ちょっとね、宿泊料金も安めでございます。それなのに部屋が広いという特徴がございます。あとはね、特筆すべきことは Wi-Fi の、下りスピードがかなり速かったですね。築8年のホテルになっております。客室のバリエーション。はい、ここに書かせていただいてます。テントの部屋だけ浮いてますけども、真ん中のね。それ以外は至って普通でございまして、ツインの部屋とか広めの部屋もあるんで、ぜひ検討してみていただけたらと思います。こちらのホテルはこんな人向け。まあ、プライベートビジネス両方対応かな、できるかなと思いますね。まあ、一人で気軽に泊まりたい人に一番向いてるんじゃないかなと思いますし、実際、すれ違った人たちは、男性がもちろん一人多かったですが、女性の方もいらっしゃいましたね。はい、喫煙ルームがあるんで喫煙者でもいいですし、あとね、この部屋に泊まるんだったらキャンプとかグランピング体験をしてみたい人にもおすすめかなと思います。虫も来ないしね、シャワーもちゃんとあるし、利便性が高いです。もっと知りたい人向けのコンテンツになります。ビジネスインなごみはですね、株式会社セイバという会社が運営を行っております。こちらのですね、セイバという会社は地元である蒲田の方でパチンコ店とかですね、ホテルを運営している会社でございまして、1991年に設立されております。ただね、その姉妹会社で、こちらの聖和よりも前に作られている、後期っていうですね、会社もありまして、こちらは蒲田で飲食店などを主に運営している会社になっています。現在ね、蒲田で運営しているホテルがこのグループで3つありまして、ビジネスインなごみ、それから、グループ西側にある黒湯温泉のあるですね、スパ&ホテルなごみ、これが聖和が運営しています。あとね、シティホテル後期っていう、東側にあるホテルを株式会社後期が運営しているという感じでございます。なんでね、こちらのホテルに泊まるとですね、これらの施設、まあ、例えば、レストランがね、ちょっと割引で利用できたりとか、あるいは商品券かな、売ってたりとか、そういったものがあったりしますね。
ビジネスイン名古屋の最寄り駅はですね、JR の蒲田駅になってます。こちらの東口からですと徒歩2分ぐらいですね。まあ、駅前には当たるんですけども、ちょっと入ったところにあるんでですね。まあ、しかもパチンコの看板が前面出てるんで、ホテルがあると分からなければ通り過ぎちゃいしまうようなところに入り口がございます。この写真で言うとね、緑色の部分ですね。オレンジの部分がパチンコになります。で、このパチンコ屋のビルの4階から7階がホテルになっていて、ホテル、フロントが4階になるという感じでございます。で、ここ面白いんですけども、このエントランスの部分が、凹凸の凸の部分に当たってですね、入ると、バーッと、左右に部屋が、上は広がってるような感じなんですよね。はい。まあ、エントランスがね、狭いから、ホテルも狭いイメージあったんですけど、フロントもね、そこそこでしたし、廊下も綺麗という感じでございます。お部屋の方はですね、まあ、今回キャンプルームということで、通常の部屋じゃなくて、キャンピングモード全開の部屋でございました。まあ、具体的にはね、床がまずこう人工芝になってまして、そこにテントが張られててですね、そこで寝る形になってます。あとね、まあ、設備としてはですね、まあ、電気の、まあ、暖炉というか、薪ストーブだったりとか、あとプラネタリウムだったりとか、あとね、ランタンとかですね、あとポータブルのその冷蔵庫、あと折りたたみ式のテーブルと椅子、あとキャンプ用のコップとかですね、かなり本格的でしたね。はい。あとは、例えばテントにもですね、エアマットが敷かれていたりとか、あとホワイトノイズスピーカーっていうナチュラルサウンドが出るやつとか、まあ、こういったものもあってですね、非常に良かったかなと思いますね。まあ、こういったキャンプっぽい雰囲気がある一方で、まあ、実際はホテルなんでですね、エアコンがあったりとか、水回りもユニットバスでですね、まあ、利便性を兼ね備えているので、非日常感もありながらも快適に過ごすことができるというのが特徴かなと思います。まあ、テントだとね、寝れないかなと、実際行く前は心配してたんですけども、マットがあったおかげでとても熟睡できました。はい。ちなみにですね、こちらのホテル、もともと売りとしてですね、無料の軽朝食とシャンプーバーっていうのがあったようなんですけども、なんか現在コロナのため休止中でございました。雪材でございます。まあ、こちらね、ちょっとさっき触れてしまったんで、まあ、簡単に、あれするとですね、まあ、こう、非常にですね、こんな雰囲気で、なんていうかな、ちょっと非日常的な夜を過ごすことができましてですね、星空見たり、こういった薪ストーブでですね、癒されたり、音楽聴いたりという感じで、まあ、疑似キャンプの体験ができたっていうのは、いい経験になったなというふうに思います。ゆきのレビューです。お部屋、設備品、この辺はですね、整っていたので、44とさせていただきました。まあ、水回りはユニットバスなのに、サービスは特に無料のサービスとかはないんで、3とさせていただきました。まあ、環境帳簿もね、駅から近いけど、帳簿はないんで、3とさせていただきました。はい、ちょっとね、残念だったというか、もしかしたら、女性とかカップルとかにはね、ちょっと、ハードルがあるかなと思ったのは、こう、外観ですかね、やっぱりね、パチンコ屋さんのこうビルに入っていくみたいな雰囲気なんで、そこ気にしなければ全然普通のホテルだと思います。ということで、ゆきの総合満足度ですが、今回は A とさせていただきました。まあ本来だったらね、なかなかこう予約することがなさそうなホテルではあるんですけども、まあ今回ね、趣向を凝らしたプランを発見したため泊まってみました。まあ小道具も揃っててですね、思ったよりも快適で楽しく過ごすことができたかなというところでございます。お得度でございます。まあ今回リーズナブルとさせていただきました。まあ通常ね、こういったコンセプトルームっていうのはかなり高額設定してるホテルが本当多いんですよね。あとね、グランピングとかって言っただけで通常のホテルよりも高くなったりするんですけども、こちらは普通の部屋よりもむしろ安いということでおすすめでございます。まあ金利ホテルの状況をここに書かせていただきましたが、まあここ見ていただいてもね、かなりリーズナブルだっていうのは分かっていただけるかなというふうに思います。他のホテル興味のある方は動画の説明欄にリンク記載してるので参考にしていただけたらと思います。ランチを食べたところ、ちょっとね、気になっていたこの回転寿司屋さん、いつも並んでるみたいで、今回もですね、オープン前に行ったらすごい並んでて、入れるのかなと思ったら、まあ、40人目ぐらいだったか、30人目ぐらいかな、まあ、ギリギリ入れましてですね、食べさせていただきました。まあ、すごくびっくりしたのが、マグロがこんな感じのがですね、なんと121円、まあ、税込みで、税抜きだと110円で食べれるということで、スシローとかですね、ユキの好きなウォーベイを超えたんじゃないかというぐらい、マグロはびっくりしました。本当美味しかったですね。あとはこの写真にある大赤エビもですね、これで280円ぐらい税込みでということで、非常に美味しくいただくことができました。おすすめです。
はい、あとは、お風呂でございますが、これ以前も一回紹介してるんですけども、また言っちゃいました。黒湯温泉、ユーシティ蒲田。宴会場もあってね、前はね、モノマネの、あれまで見てしまったところでございますが、まあ、黒湯がユッキー大好きなんで、また黒湯の露天に使ってきました。相変わらず混んではいましたけども、非常に良かったんで、皆さんも行ってみていただけたらと思います。はい、ということで、ビジネスインナゴミ、こちらのホテル、というよりもこちらのお部屋、興味のある方泊まってみていただけたらと思います。それではまた。